豊橋市民病院では8月7日月曜日、高校生看護体験 in 豊橋市民病院が開催されました。これは看護師になりたい、看護師という職業に興味を持つ高校生を対象に開かれたもので、28人が参加しました。白衣に着替えた高校生はこの日のスケジュールなどの説明を受けた後、マセ・アリナ豊橋市民病院副院長兼看護局長より病院の概要や看護局の理念、豊橋市民病院が大切にしている看護である患者さんに安心していただける優しく温かい看護について説明されました。続いて看護体験時に着用する医療用マスクが配られました。このマスクは実際の医療現場でも使われているもので、着用方法も一般用のマスクと異なります。病棟での看護体験では、高校生らは看護師から一日の仕事の流れや患者さんと接する際には同じ目線でコミュニケーションを取るなど、看護師が患者さんと接する際に大切にしている看護について説明を受けました。そして実際に入院患者の手を洗う手浴や足を洗う足浴、洗髪などの体験をしました。看護師からは、指と指の間も洗うといいよ、お湯につけると気持ちよく夜眠れるようになるんだよなどの説明を受けながら、担当看護師と一緒に看護体験を行っていました。最初は緊張していた高校生も、患者さんの気持ちよさそうな笑顔と、これからも頑張ってねという患者さんの言葉に、看護師としてのやりがいを感じたようでした。将来の夢が、医療関係の方なので、とりあえず看護師っていうのがあったので、やってみようかなって思ってやってました。すごく気持ちよさそうで、やっていて気持ちよかったです。自分も足浴ってただ足を洗うだけかと思ってたんですけど、心のケアもするんだなって思いました。病棟での看護体験が終わると、豊橋市立看護専門学校の小林道副校長から看護師になるための過程が紹介され、自身の看護師への夢を思い描いている様子でした。最後は修了証の授与が行われました。名前を呼ばれた高校生一人一人に、マセ副院長兼看護局長から修了証が手渡されました。看護師さんがとても優しくて、患者さんに、ちゃんと感情を込めて看護してるのを見て、自分もそうなりたいなって思いました。食欲をしたんですけど、そのおばあちゃんもすごく優しくて、ありがとうと何回も言ってくれて、とても嬉しかったです。目標は、今日見た看護師さんみたいに、その患者さんが何を求めているかをちゃんと考えれる看護師になりたいです。笑顔が素敵で、よく働ける看護師になりたいです。そうですね、今回の、看護体験で私たちが目指したことは、本当に目と手で感じる看護体験で、看護の看という字は目と手で成り立っていますので、今はいろんな機会が多くありますけど、やっぱりしっかり患者さんを見て、患者さんに触れてっていう体験をしてもらいたいなと思っています。やっぱり看護師っていいな、看護師になりたいなと思って、看護の道に歩んでいただけることと、あとは願わくば一緒に働きたいなっていうふうに思っています。直接自分の目と手を使い、看護体験をすることができた高校生看護体験 in 豊橋市民病院。参加した高校生たちにとって、憧れから未来への第一歩を踏み出すきっかけとなったようです。さて、今回の豊橋ナオはいかがでしたか。次回もお楽しみに。続いては街角ネット田原です。